感激だ。レドに見せてやりたかったぞ。もしかして乱丸、一緒にいたいの？何それ、私にはそんなに懐いてくれなかったじゃない。乱丸も見る目があるみたいだな。あんたはちょっとガサツそうだから。何よそれは。分かった風な口聞いてくれちゃって。そういうところだって。まあいいじゃないか、ケイナ。ちょっと悔しいけど、君たちの絆の力を見ちゃったから返してくれとは言えないな。乱丸のこと任せたわよ。乱丸もこの子と一緒に成長するの、いいわね。よかったな、ライダーさん。さてと、乱丸もお供になったことだし、次は何をしてもらおうかしら。ちょうどよい。ライダーの関門台に巣ができたそうだ。そこの調査に当たってもらおう。あの高台ですか。懐かしいな。あそこはね、島のライダーが最初に行く場所なの。私もレドに言われて一人で行ったわ。あの時はまだ乱丸にライドするのに必死で、ワクワクよりもドキドキだったな。いずれはライダーとして独り立ちする日が来る。この機会に己の力を試すがいい。そう思うだろ、ケイナ。ガラ様の言う通りね。まだまだひよっこちゃんだけど、この調査には君一人で行ってもらおう。あと、あそこを登るには乱丸が必要だからね。あの子が大活躍するの。俺もライダーさんのためにバッチリナビしてやるからな。それじゃ、今から新しいことを教えるね。ライダーの心得その2、調合。探索やバトルで役立つアイテムは調合して作れます。キャンプメニューから調合を選んでアイテムを組み合わせると別のアイテムに大変身。調合レシピをあげるから、レシピ通りに素材を集めて回復薬を作ってみて。それとクエストボード前で教えることもあるから、次はそっちに集合。ありがとうね。いらっしゃい。ありがとう。